はい、今日はですね里川に来ておりまして、でこの里川最上流の方に結構デカめな園庭を持ってまして、そこもね結構プールになってて、イワナが去年は結構うようよいたところなんで、最後も楽しめるところになります。はい、まあ、そんな感じでまずはここを登り詰めてみようと思うので、今日もよろしくお願いします。いいねいいね、いいよ。あ、惜しい惜しいな。結構ね今日はあの昼間は20度ぐらいになって暖かい日なんで、活性もいいんじゃないかなと思うんですけど、今ちょっと針に触れちゃったかもしれないですね。惜しいな。来た、よし。あー、かかったね。完全に今かかったけど大丈夫かな。流れ込みのところにいますね。来た、かかった、よし。あざす。まずは1匹目、イワナちゃんですね。黒黒とした、いい罠ですわ。おお、めっちゃかっこいいね。ニッコイ罠だけど、うん、めっちゃ真っ黒。写真撮ろう。はい、サンキュー。お、今日はなんかいい日になりそうですね。よし、惜しい。よっしゃ、勝った。分かりましたね。2匹目。ほい、はい、どうも。よし、いいですね。活性高いです。晴れてるし。で、今日使っていこうと思うのが、龍気の三八小渓流。結構ちっちゃい川なんで、キャスト性もいい三八の、龍気、オレンジ、緑、ゴールドのカラーですね。これで結構反応が良かったんで行ってみたいと思います。お、いそうじゃない。あそこ、あ、来た、いた、クーナーで来た。よっしゃー、よし、いい方。おー、ごめん。お、あー、下手くそ。おっと、サンキュー。お、いい方。ハーモニカ食いですね。27、ありがとう。よし、いるべきところにいてくれるのが一番楽しいですよね。狙ったところにいてくれる、こんな感じの釣りが一番楽しいっすわ。今はあの木の下でしたね、ここ。よし、大場所だね。ここはいなくちゃダメなところだね。あ、いた。あー、かかっちゃったかな。
あ、来た。あー、かかっちゃった。多分かかっちゃったな。あ、来た来た。お、おちびちゃん、おちびちゃん、ごめんごめん。どうも。もうちょっとでかいのいない？あ、来た来た。お、おちびちゃん。意外と お留守っぽいですね。で、また護岸なんですね。こっから、こっからジャングルですね。こっからジャングルなんですけど、どうかな、微妙なんですよね。とりあえず進みましょう。きつ、竿1本分だな。いや、ここまで来るともはやロマンですね。ここで尺釣れたらすごいな。多分奥の流れ込みなんですよ、おそらく。いった。やっぱりな、うん、奥ですね。来た、よっしゃ。あ、出上がったぞ今。ちょっと待て、出上がったぞ今。いやー、もう無理だよな、さすがに。ちょっと待て、うわー、惜しい。お、すごいっす、すごいっす、ね。そこだよ、あそこでリベンジ。ここでリベンジでしょう。あ、ここはさっきよりも難しいな。だよね、もうちょっと進んだ方がいいね。お、来た来た来た。おし、ちょっとちっちゃくなったけど、フィッシュ、よっしゃ、よっしゃ。うん、エゾイワナかな。どうも。いや、ふう、暑いね、この小渓流。また面白いところ
来るか。来た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 。結構でかいぞ。あ、戻ってくれ。戻ったかな。結構手前まで来ちゃいましたね、今。やっぱ流れ込みのところにいるな。お、来た。よっしゃー、食った。よし。はいよ。ありがとうございます。ほい。サンキュー。やばいね。うわ、あそこ絶対でかいのいいだろう。まあ、いるよね。いるわ。惜しい。餌待ちしてる。来た。よっしゃ、かかった。よっしゃ、いいね。よっしゃ、どうも。はい、コンディション最高です。流れ込みの下で餌待ちしてる個体がいたら活性が高いっすよね。今日はその個体がめっちゃいい。あー、来た。来ましたよ。見た感じはいないかな。よいしょ。軽くやってみますか。おおおお、かかったかかった。ちょんちょんですね。お、来た、かかったかかった。あー、惜しい。めっちゃいるじゃん。来るかな。おーっと、さっきでかいのかかったな。惜しかったな。フォールで食え。あ、おー、かかったかかった。よっしゃー、かかった。おーおーおー、
おお、まあ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 。ありがとうございます。どうも。おお、今年も健在でしたね。お、かかった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 。お、おお、逃げた。ああ、バレた。おお、お、かかったかかった。よし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 。おお、かかりました。よし主は来ないか。めっちゃ集まってるよ。ビビるほど。めちゃくちゃ集まってる。うわわ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 わ。かかったね。はい、お疲れ様です。今日はですね、下に流れてる佐渡川を上り詰めまして、今立っている堰堤の上で最後イワナを釣って終わりにしたんですけど、ここの堰堤結構でかいですよね。ですけど地図に実は載ってないんですよね。はい、なんであまり人も入ってないんかなと思いつつ、イワナもすごいうじゃうじゃいました。で、まだまだルアーちょんちょんしたらまだまだいくらでも釣れるぐらいうじゃうじゃいるんですけど、まあそんなに釣っても仕方ないので、今日は3匹ぐらい引っ掛けさせてもらって終わりにしたいと思います。で、下の佐渡川もね、今日はめちゃくちゃ活性が高くて、しかるべきところにいるような感じでしたね。気温も24度ぐらい最高あるんですかね。なんで5月の下旬あたり、やっぱりこれくらい気温上がってくれると活性が高いんかなと感じた一日でした。では今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。